マッキー M7 マッキー M7 はイタリアの複用単発単座の水蒸気であるアレサンドロトニーニが設計した改良型の M7 ビスは1921年のシュナイダートルフィーレースで優勝した M7 はその前の M5 の停滞を改良したものでイゾッタフラスキーニの V6 エンジンが搭載された操縦士はフロートに乗り複用の主翼の間に推進式のエンジンが設置され プロペラは推進式である。第一次世界大戦の終了によって、イタリア海軍に引き渡された機体は17機に止まった。1919年にアルゼンチンとスウェーデンに、それぞれ2機が輸出され、1921年には、ブラジルに3機が輸出された。1920年にシュナイダートルフィーレース用の、改良型 M7 ビスが設計された。 軽量化と翼金の縮小が行われ、5機がレースに参加し、ジョバンニディブリガンティの操縦する機体が優勝した。1922年のレースでも4位に入賞した。1923年には発展型の M7 テルが生産された。停体は再設計され、翼の構造、尾翼の部分は変更された。M7 テルは3つの型が生産され、 水上規模艦、ジュゼッペ・ミラーリアに搭載された M7 テル AR もあった。1924年には6つの部隊は M7 テルを装備し100機以上が生産された。1940年まで民間の航空学校では使われた。ありがとうございます。